それでは CM にご出演いただいた二宮和也さんにご登場いただきたいと思います二宮さんよろしくお願いします 早々とご登場いただきました二宮和也さんです。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いいたします。ますそれではお話し伺ってまいりたいと思います。ますよろしくお願いします。えー、まずは今日もループに乗りながら登場していただいたんですが、ループはいかがでしたでしょうか。そうですね。僕は結構普段からこう使わせて利用させていただいているので、あのー、まあ乗ることに関しては。 まあ普段通りと言いますか。ただこうね屋内というか、なんならこの特設ステージみたいなのは、あと撮られてあの乗ってるとここんなに取られたことないので、ちょっと緊張しますよね。日常のもう本当にあの映像のように乗っているのが普段ですね。はいはい確かに緊張しますさすがに。なるほどはいはい。 また何かこうすかすごく本当にね通行の方とかメイキングではそうなんですよ、はい、やっぱこう CM 撮影って新しい商品だったりとか新しいサービスだったりとかそういうことのこう CM これから始まるぞみたいなものが結構携わってた中で多かったんですけども、はい、ループはもう街中走ってて。 で僕らもこう走ってる CM だったんでどれが演者さんだみたいなこう普及してるものをこう改めてこう皆様にお伝えするっていう CM 初めてだったのでなるほどすごく新鮮でしたねもう撮影してる最中からみんな乗ってるみたいなああそうかもうそうだよなみたいな感じの印象がありましたね新鮮でしたすごく。ああ確かに ももうあるものの日常にもうすでに結構溶け込んでいるものの CM というのは珍しいですね。そう,だそうか取りながらそうか CM まだしてなかったのかみたいなあ<ー>だそれはなんかすごく新鮮でしたね、はい、確かに私も聞いていてあ新鮮な観点だなというか、うん、そうですよねそうなんかこれからも、はい、その世間様に知ってもらうぞみたいなはい、はい、実はまだ知らないけどみたい,みたいなのばっかりだったので。ではい、はい すごい新鮮でした今回。うん、えでは改めてループに乗った感想を教えてください。そうですね。やっぱり僕はもう普段からこう使わせてもらってるっていうのもあるので、うん、もうなんかそのいわゆる自分の生活の中での一つの選択肢になっている感じですよね。うん、なんかちょっとどっか行こうとか、ちょっと何かしようとか思った時に、あ、その近くにあるポートノにあるかなとか。うん 別にそのなんか本当に何て言うんだろうな CM やってる最中は乗、はい、ってるのも普通ですしんでなんかこれはお願いしようかどうしようかみたいな感じだったりする時とかも全然別に、はい、や,やりますよみたいな感じですし本当にだからここでちょっと気持ちいい感じのところにその表情をしてくださいとか、はい、ちょっと笑ってみましょうかとか。 ちょっと街眺めてみましょうかとかっていうのをこう乗ってる最中に監督にこう演出していただいてみたいな感じでしたね。そうなんですね、はい、じゃあもう何でしょうこう普段と本当に変わりないというかじゃあもう日常の二宮さんがさっきの CM には映っているよという。いやそうですかだから僕はだからなんだろう,こう用事があって乗ってることがほとんどだったのではい、はい、逆に言うとこんなに用事がなく乗ってることは初めてですよ。<laughs> こんな長く乗ってていいんだみたいな感じで,したよ <laughs> ですよ、ね。はい。ずっと着いたら降りるのが普通なところそうそうそう。はあ<ー>。何回も何回も乗らしてもらってたんで。はいはい。こんな乗り方はさすが CM だけだなみたいな。なるほど。はい。そういう意味での新鮮さも新鮮ありましたね。はい。はい、えではループの乗り心地はいかがでしょうか。あ乗り心地はやっぱその乗ったことない人たちとか。 あのの話とかも聞いたりすするんですけどやっぱ不安とかちょっと怖いとか危ないんじゃないかみたいなことを言うんですけどまあ何て言うんだろうこいつ自体が危ないわけじゃないのでだから自分さえ大丈夫だったら全然大丈夫なので僕は本当にスムーズというかまあ安全というか。 あの信頼してますすよねねそうなんです、ね、そうだからなんかそれを,、ね、こを広くお伝えしたいなと思いますけどね。ああしないですね。<ー>分かんない僕だけのいやそんなことないと思うんですけどこの間もだから乗,、あのー、乗る時自転車の方だったんですけどはい、はい、ちょうど電池替えてる時でお<ー>その電池替えてる人に今満タンにしたからこっちの方がいいよって言われて。<laughs> <laughs> で <laughs> それでなんかその携帯ホルダーの使い方とかをはい、はい、あなんかセットまでしてくれて、えー、<laughs> めちゃくちゃいい人でしたいい人ですねそうだなんかそのなんていうんだろうそういう身近な人がこう教えてくれつ僕はその帰るタイミングでその人に会えたからそうだったんですけど、うん、でもなんだろう僕は全然使ってますし僕の周りはい、はい、それこそ40代とかの人たちを含めてはい なく使ってる印象ですねちなみにその普段から二宮さんがループ乗っているっていうのを聞いて私とかはちょっとあそうなんだって思ったりしたんですけど、はい、あの二宮さんのご友人とか周りの方はその二宮さん使ってるっていうのはご存知なんですかうんあ、うん、し知ってますねだから会話で出てきますね<ー>だからなその何で来たみたいなははい、はい分かりましたみたいな。 ことお店わかったみたいな話をしてる時とか、もあもうループで出るからわかるっつって、あループできたのみたいな感じのやり取りはありますね、普通に。でもやっぱりこう意外そうにされたり驚かれたりっていうのはありますか？あ驚かれはします。あそうですか。うん。そうですよね。結構こうなんでしょう。なんかだからどっちかともう二宮丸出しじゃないですか。そうですよね。二宮丸出しなんですけど、でも。 まあ気づいた頃には通り過ぎちゃってるんで僕はあそうか基本的には二宮さんだって思った瞬間にはもうシュートシューと言ってますねそうですかでもでも「どうもう」とか言いますけどもちろんでもそのそこに二宮がいるっていうのと二宮がまたループに乗ってるみたいな、はい、こう二重のなんかびっくりがやっぱこうすすれ違う人はあるみたいですねやっぱりそうですよね、うん、あれあ,あれみたいな。<laughs> <laughs> でもまあどうもなんつって走ってますけどね普通にそうなんですね、はい、じゃあもう今後もファンの方もこう二宮さん日常でループに載っている姿をそうですね確かに可能性もあるっていうことなんですね,ですねありえますねはい、はい、えー、またもう普通でしょうというキャッチコピーもあって、はい、ループが当たり前だよっていうメッセージが込められた CM になっていたと思うんですけども、えー、今では 当たり前だなってなったなと思うこう二宮さんが思う変化ですとか、今後当たり前にしていきたいことみたいなものってありますか。そうですね。なんかこうそれこそユーチューブだったりとかエクスだったりとかこうそういう S.N.S. とかインターネットに挑戦するとかっていうのも、まあ僕にとっては今では当たり前になったなというふうに思いますけども、やっぱこう新しいことに挑戦するみたいなものが あの2年目にとって当たり前だなって思ってもらえるような感じで、こう次々と新しいことにチャレンジしていきたいなっていうのは思うところかもしれないですね。うん、なるほど。うん、はいはいはい。えー、またこうこれから当たり前にしたいことみたいなのはありますか？やっぱりそれは契約更新。あなるほど。<laughs> そうですね。2年3年目ループといえば2年目だろう。はい、そうですね。2>, 2年目でループだろう。はい。顔見なりたい とっても素敵な CM だったのでとっても素敵な CM ですよねこれからもこういろんなループに乗る二宮さん2年目も見たいですよね、二宮もねループといえば二宮さんというのを当たり前にしていこう頑張りますよ、それはもうお願いします、本当にありがとうございました えここまでは二宮さんに CM 撮影や二宮さんの当たり前について伺ってまいりましたが、えー、ここからはループの事業についてのお話も伺っていきたいと思います、はいはい、えここで株式会社ループ代表取締役 CEO 岡井代表にもご参加いただきたいと思います岡井代表お願いいたしますお願いします えでは早速お伺いいいいしていきたいと思います、えー、二宮さんもね普段から本当にぶつかっていらっしゃる、はい、ということなんですが皆さんにお勧めできるループの便利な活用方法などありましたら教えてくださいまあ便利なことはまあ本当にたくさんあるんですけどもそれこそ道の指定とかはなんかその僕がこいつも通ってる道じゃない道をこう提案してくれたりとか。 そういうのはなんかこうちょっとした旅気分と言いますか、その、うん、なんかそれはあの新鮮な道を通れてこの場所にこんなのがあったんだとかっていうのは感じますね日々。はいはい。うん、なるほど。なんかそのループが提案してくれる道っていうのが。 あるわけなんですね弊社のアプリはです、ね、乗る時に目的地を先に決めていただくんですけれども、はい、その際にです、ね、目的地までの移動経路を、まあ、自動で,です、ね、こちら側からがご提案するようなナビの機能がついてましてでこの、まあ、ナビの機能のご提案の仕方がですね、あが基本的には大通りというよりは車の走行が少ない場所。 そういう,です、ねこうあのまあ、安全性の観点でもあの、まあ、街を見ていただくという両方の観点であの、まあ、ユーザーに、えーまあ、経路をです、ね、ご提案させていただいていると。なので普段こう通勤通学で通っている同じ場所の場合はそんな皆さん困らないんですけれども、うん、たまに初めて行く営業先とか初めて行った観光先が、ね、そうなんと違う場所行こうと思った時に。 気づくとやっぱりあの迷うと怖いので皆さん大通り使いがちになってしまうんですがそうじゃなくてえまあ安全性と快適さを両立できるような道をご提案させてていいいただいていますでもそのあの初めて通るところとかもこれどうやって通んだみたいな道とかもループが教えてくれるんでだから通っていいのかな行けないのかなっていうところもループが言ってるから大丈夫か行けるんだっていうのがこう改めて分かるというか。か 安全ですよねうん、うん、不安のまま行っていいのかなどうなのかなっていうことがないのでいろんな意味でそれは安全ですね空いてる道でもあるし確実に到着できるういいで、ね、そうですねいいですねやっぱりこう外出がしやすくなるっていうのは先ほど二宮さんもお話しいただいてましたがやっぱ外出するハードル低くなったらというのは結構ありますね。 ちょっと近くのカフェは近かったからまあ行ってたけど本当はなんか遠くの,あのもっとなんか便利で緑に囲まれてるカフェに行きたかったんだけどループできたおかげで近くのカフェじゃなくて遠くの行きたかったカフェに行けるようになったよねとか近くのコンビニで全部済ませちゃったけどあのまあループ近くできてからはスーパーにちょっと本当は歩くとあるんだけど行くようになったよねとか。そういういなんかまあ ちょっと近くくのの徒歩でで済まませてたものが遠くまで行けるよねこれ例えばオフィスのランチとかもそうですねやっぱり1時間とかしかない中でオフィスの本当に近くだけの店舗だといつか飽きちゃうのでループ乗るとちょっと結構先までランチ行って帰ってこれるよねとかあとは片道でやっぱ乗れるのが嬉しいみたいな思いが結構多いですね。なるほどありがとうございます、はい、えではこんな人に乗ってほしいなといったユーザーのイメージというのはあるんでしょうか それはのに <laughs> まあでも僕らはですねもちろんあの乗ってて楽しいっていうのは、はい、まあ一個大事な要素としてはあるんですけれどもやっぱり僕らはですねこうループというものがもっともっと何十倍も増えた際にですねこう街の土台のインフラだと思ってほしいというまあ結局ループがあるから 駅かから離れたたこのマンンションに引っ越しましまとかループがあるのでえ駅から離れたあまあオフィスだけどこのオフィスにえこのまあまあ企業に転職しましたみたいな声が明確にもらいたいというのが最終目標としてあるのでやっぱり通勤通学だったりとか先ほどのお買い物だったり子どもの送り迎えだったりとかこう毎日繰り返す日常の中でとはいえ やっぱり毎日同じ時間に出勤して同じ時間に帰るんじゃなくて今日ちょっと風気持ちいいからループ乗って少し離れた場所にカフェ寄ってから帰ろうかなとかご家族にちょっとお土産買ってからちょっと遠回りして帰ろうかなみたいな毎日の日常をただ便利にするだけじゃなくてループがあるおかげで少しこう余白という意味でも心の豊かさという意味でもそこを両立していけるようなこれまでの 安くて安全で大量みたいなこう従来のインフラというよりはもちろんその3つもえまあ意識するんですがそこに1個加えてやっぱりこう日常が少し楽しくなったよねっていうようなあのインフラにしたいのでまあそういう日常利用でえ使っていただけるのがなんか嬉しいななと思ってますなるほど二宮さんはこんな人にお勧めしたいなとかっていうのはありますか、うん、サウナ後気持ち風が あこっちのキックボードのもうやっぱモビリティ探しちゃいますもん逆にあえて探しに行っててあえ,てあえてこっちがあるところにポートに寄るというかはい、はい、見つけてこれはたまらない、うん、ちょっと、ね、やっぱスピード感もいいんですよ当たる風とかもだし、ね、もうこの季節からするともう夏も暑いのもこう過ぎて、はい、この気持ちいい時期もう永遠乗れますね、うん なるほどれはくこう行く場所とかじゃなくてそのシーンっていう観点もあるんです、ね、だからそれこそ,そのジムとかの人たちは終わった後とかももういい気持ちいいだろうし、まあ本当に飯食いに行く時とかも乗れるしうん、うん、本当普段歩いてるところでもちょっとちょい乗りみたいな感じで乗ってもちょっとまたそれ気持ち変わりますしはい、はい、なんかその季節を感じるのもまた 同時にですねサウナとかジムはへやっぱり全部が駅前じゃなくてサウナとかジムって結構駅から離れた場所にあの大きいところだと多かったりするのであのジムとかサウナ側からもっと人来てほしいので置いてほしいという声が結構多いですね。あとその走っててこうきいつ見たんだっけ最近見たんですけど、はい、そのマンション居住者専用みたいな。 おー、ループがあって、はいはい。え、いいなと思いました。拠点車のこういう感じのその専用ポートがあるんだっていうはー、初めてこの間見て街でへーと思いましたね。そういうのもあるんですね。はい。最近増えてましてあの北三道の名前駅の真上にあるなんかまあマンションとかだと北三道駅徒歩ゼロ分なんですが、代々木駅って結構数分歩かないと JR にはいけないんですが、はいはい。ループ乗ると本当にもう二三分で つけますよとということでう、えー、マンション側の価値向上に直接つながるということで、えーまあ、入居者にもっと安く乗ってもらうような設計になっているようなまさに僕らが目指しているこうループが街中にあるので駅から離れたところにもマンションやオフィスの開発が行えるというのがまあ第一歩できている事例が最近少しずつ増えてまいりました、ね。増えてますすよねね、はい、びっくりそうなこの間そうなんです、ね えまた、先ほど安全面のお話、うん、ルールのお話なども出ていたんですけどもこうしてあの多くのユーザーに乗っていただくとなるとやっぱり安全面を気にされる方もいらっしゃるのかなと思うんですが二宮さんは実際に乗られていてこうちょっと怖いなと思ったような経験はありましたか、はい、乗ってる時はないですね見ると危ないなっていう時はありますけど、うん、でもなんかそのなんだろうやっぱりこの。 ちょっとまあマナーですよねがなってなかったりとかしてる人たちを見るとやっぱこうループを使ってる人たちが一番なんかちょっと残念というか,なんか悔しいですよねやっぱりね全体がそういうイメージになってしまうというかだからそれは何かこう自分のまあそれが一番なんか,その早かったりとか楽だったりするのかもしれないんですけどもまあみんなでやっぱ使ってるものの。 そこが良さでもあるので、うん、なんかこう、まあそれこそループ乗ってるね人たちみんな仲間なわけですから、はいはい、そのなんかね、その仲間意識がこうどん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 広がっていくといいなっていうふうに思いますね。うん。うんうん、いやまさにあのループ乗ってる方からあのもっとまあマナーがなってないルールが守れてないユーザーに対するペナルティとか対策をしっかりしてくれっていう声が実は多い。<ぁ>乗ってない方々からももちろんいただくんですが、ループをよく使ってる方々から。 それをいただくケースが結構多いですねその結構ちゃんとテスト受けてしっかり毎日意識してすごくなんならかなり丁寧に車乗る時よりも丁寧に乗っていただくユーザーからすると一部の違反者のせいでですねループ乗ってる人全員がそういう人だと思われてしまうっていうのはすごく残念という声をかなりいただくので、うん、まあ弊社としても新しく登録いただくユーザーにはですね免許持ってる方持ってない方いらっしゃるので警察が作ったテストとかをしっかり受けさせるっていうのもあるんですが、うん、やっぱり。 車両なので、まあ、この自転車ももちろんそうなんですが車両なのでヘルメットは努力義務ですしあのしっかりまあ走行環境もあのまあルールを守っていただく必要があるということでやっぱり軽微な違反であってもちゃんと守んなきゃいけないよねっていうのをまずはちょっと弊社としてはしっかり指導をさせていただくし。 いや守らない人にはしっかりもうアカウントの凍結までどんどん持っていくと、まあ、弊社はそういうユーザーからはあの、まあ、しょうと商売する必要はないですというスタンスをしっかり示していくことがやっぱすごく重要だと思ってますしもう少し、まあ、こういう支援を通してより乗られる方が増えるので僕らとしてはまだ、ね、ルールを守れない方のアカウントはどんどん凍結していくと。 いうのが、まあ、ある意味、ちょっとこう、まあ、自分がこの事業を始めた責任かなと思っております。まあ、本、大体のことで言うと、その。悪目立ちしちゃうループの周りに、本当に見えない。四、五台ちゃんと守ってるループがいるっていう、なんか感割合ですね。はい,はい、はい。やっぱり、いい奥、ちゃんと使ってる人って見えないんですよ。ああ。 まあ目立たないっていうことです例えば車乗ってる人たちも多分、うん、悪目立ちしている人がそう見えてるだけででもその悪目立ちしている周りにはちゃんと守ってる45台のやっぱループもちゃんと走っているのでそれがどんどんこう、ね、みんなからもうある種そういうふうに見えなくなるっていうのは、まあ、課題だろうし支援もすることで、うん、なんかそういうふうな印象をどんどん、ね、根付かしていきたいですよね。うん、はい ありがとうございますえー、また先ほどの岡井代表のプレゼンテーションの中で、うん、え最後に町中を駅前化するインフラを作るというふうにおっしゃっていたんですけどもそちらについては井上さんは何か思われることはありますか何か思われることですかでもやっぱりこうそれこそ地方行ったりとかするときに、はい、その やっぱりその地元のドライバーさんに聞くこともそれ,それですごく有力な情報ですけどやっぱループ一つあるとここに行きたいってなった時に、まあ、道も出してくるし道も出してくれるしってこともそうだしあとその何ていうんだろうコンビニとかもよりこう自分の感が出てくるというかもちろんみんなのコンビニなんだけどやっぱループがあることでもうドアトゥードアじゃないけどもう自分のコンビニとか自分のスーパーとかー自分のサウナみたいな形で。 どどどどん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 カスタマイズ自分の中でお店をカスタマイズできるのはすごくいいなというふうに思いますし、うん、そういう使い方をしていただけると本当に僕はなんか嬉しいなと思うし逆にこうループがあるからちょっと出てみようとかっていうのが一方で僕はあるのかなと思うので地方とか行ってもロケとか行ってもちょっとコンビニ行きたいなっていう時も近くのコンビニに連れてってもらえたりするので。それは本当に なんかもっといろんな種類というか、うん、増えてほほしいいななと思いますねなるほどそうですねやっぱりあのファミリーマートさんとローソンさんはですね順次、えー、弊社のステーション増えてっておりまして、うんうん、やっぱりあのまあより僕らとしてもですねユーザーとしてもよりコンビニにあのまあ楽に行けるようになるでコンビニ側としても、えー、まあ 本来例えばその新しい商品出した時に近くというよりは実はその奥にあったコンビニによりあのまあ本当にその好きなファンの方があの来てくれるようになるとかですね本当に行きたかった場所に実は行ける僕らの移動って結構観光客観光先とかまさにですが実は。 鉄道やバスとかの移動経路にかなりあの、まあ、制約されていて駅前にあるからそこのカフェに行ってたんですが、うん、今度は逆に行きたいカフェがあってそこまでの移動手段を考えた時に、まあ、たまたま駅前だったらそれはそれでいいですし駅から離れてたら鉄道で駅まで行っていただいてループで行くみたいな形で本当にこにもともと行きたかった場所に自由に行けるようになるっていうのがすごく重要かなと思います。なんかやっっぱりです、ね、駅前ってなると 大きいチェーン店だったりとか、うん、あ再開発された新しいものとかになっちゃうんですけど東京を一つとっても大阪一つとっても古くからある和菓子屋さんだったりとか駅から離れた喫茶店とかですねそういう場所駅から離れても残っている飲食店とか商業施設って本当にコアな一部のファンがいるから残っていてだいたいクオリティも高いしおいしいわけなんですね。そういういところが 移動手段の欠如によって遠くて人が少ないことでどんどん減ってっちゃうわけなんですけど僕らはそういうものを通して基本的には駅から離れてる店舗というのは賃料が高くてご飯とか職人に対する投資ではなく不動産に対する投資になっちゃってるんですけど駅から離れてる場所はやっぱ本当に味にこだわってたりとかサービスのクオリティにこだわってけれども本当にファンしか来ないみたいな場所が多いのでそういうところがちゃんと今後も日本に残っていけるようなまあサービスにしたいなと 思っておりますなんかあのループ乗ってたらなんか実は家の近くに和菓子屋さんあるの気づいたんだよねみたいな声とかをまあたまにいただくのでそれはすごく嬉しいなと思いますうん確かにこう近所で知らなかったことを再発見できるっていうのもループのいいところですね。それでは最後にこれからのループユーザーに向けて一言ずついただけますでしょうかまずはおかい代表お願いいたします。はいそうですねあのー、まあ 多分見ていただいたただことがある街中で自転車や電動キックボードを、まあ、見ていただいたことがある方はもう正直都市部にお住まいの方ほとんどかなと思うんですけれどもやっぱまずはです、ね、実際乗っていただくと結構あの体感違いますよという話、まあ、自転車も意外に皆さんが所有されている自転車よりもあのちょっと違う乗り心地結構快適な安全性がある乗り心地ですしキックボードは当然感じたことない。あのまあ まずぜひ1回でもいいので乗っていただいてみたいというのと既に乗っていただいている方々に関してはやっぱり車両なので交通ルールしっかり守ってえ皆様がしっかり守っていただけるように僕らも事業を作りますし皆様もしっかりえーまあ安全に乗っていただくとこの両方大事だと思っておりますのでまあそこを注意していただいてその上で僕らはもっともっとおまあ 都市がいい街になっていくような事業もしくは事業規模にしていければと思っておおりりままますすすあがとうございいいそれでは二宮さんお願いいたし僕も使っているユーザーの1人としてやはりこう乗ったことない人とかだと、まあ、不安なこともあると思うんですけど特に30代や40代とか僕ら周りの世代でいうと、まあね、アプリだけ入れておいた方がいいっていうのがあって、うん、ループでいこうぜっていう選択肢になるんですよ。うん、うんうん ははい、はい電車、タクシー、はいまあ、もちろんそのいろんな交通のものがある中でいやもう近いからループで行こうよみたいになった時に、はい、あれ、俺だけループ入ってないみたいな <laughs> <laughs> ことになりかねない年代なんで我々は安全テスト受けないといけないので十数も受けていただかなきゃいけないのでそそうそうお前のループ入り待ちみたいになっちゃう時があるので。<laughs> ループがどのぐらいユーザーに対してテストをちゃんと課してるかを見ていたくだけでもいいので。<laughs> あのほとんどの方々全問正解最初しないと思いますちょっと引っ掛けもあるのでなぜなら警察と業界団体で作ったテストで弊社が手動で作ったものじゃないわけなんですねなのであのちょっと引っ掛けもあるわけですねあの運転免許のテストのようになのでそれがどんなもんかっていうのを見に来ていただくだけでも確かにそれだけでも自分は守れてるのか守れてないのかちょっと分かりますよね、はい、意外と知らない嫌な感じで誤解してあの破ってたりする可能性もあるので。はい 改めて学べるし、まあ、あとそのやっぱりさっきっずっと言ってたその選択肢の一つっていうのは、うん、そういうことが本当に実際あるのでいやもうこのだけはループでいいでしょみたいな、うん、ことになった時にやっぱ入ってないとじゃあ俺はまあ歩いていくかなって <laughs> ちょっなっちゃってるいなするのでててもう入れとくだけでもいいもう別に普段使わなくてもいいけどそういった時の選択肢の一つとして入れといてもらえるとすごくまた。 何時もないときに、ちょっと乗ってみようかなみたいな、みんなと一緒にいるとちょっと恥ずかしいけど、ちょっと一人で行ってみようかなみたいなこともできますので、ぜひ試してもらえたらなと思いますね。うん、はいいありがとうございました